昭和20年、東京大空襲で多くの人が被害に遭う。トラコ、伊藤沙莉、と娘、優美・花江、森田美里、と子供たちは疎開先で空襲を逃れるが、空腹に耐えながら必死に暮らす家族のもとに悪い知らせが届く。やがて、終戦、弟、直明・宮間良樹、が帰ってくる。 久しぶりの再会に大喜びする井の詰め家だったが、直明は大学へは行かず、すぐにでも家族のために働きたいと言い出す。直言、岡部隆の体調が優れない。トラコ、伊藤彩里、と直明、宮間良樹はマッチ製造の仕事を紹介してもらい、春、石田ゆり子、と花江、森田美里はつくろい仕事をすることで何とか生活していた。 トラコはかつて世話になった蜘蛛の塚ジムがの事務所を訪ねてみるが、クモのも苦しい生活をしているようだった。そんな中、直言がある重要な知らせをトラコたちに隠していたことが発覚する。直言、岡部隆は栄養失調と肺炎でもう長くはないと診断される。直言が大事なことを隠していたと知ったトラコ。 道去りの様子がおかしいが、春、石田ゆり子、や直明、宮間良樹、も声がかけられない。それから直言はみるみる衰弱。自分が長くないと悟った直言は家族を枕元に集める。直言の身勝手な言葉に怒った花江、森田美里、はトラコにきちんと怒って向き合ってほしいと頼む。これまでの後悔と秘密をすべて打ち明けて、直言、岡部隆、は安らかに亡くなった。 トラコ、伊藤さりは何事もなかったように生活を続けようとする中、春、石田ゆり子はトラコにお金を渡す。花江、森田美里、もはるも悲しみを乗り越えるため、好きなことに使ったのだという。闇市を彷徨い、雄造、中野大河と一緒に食べた焼き鳥を思い出すトラコ。雄造が自分にかけてくれた言葉が蘇ってくる。 トラコ、伊藤りの目に飛び込んできたのは新しい日本国憲法の記事だった。そこには、すべての国民は法の下に平等である、と書かれており、トラコは次第に力が湧いてくるのを感じる。立ち上がったトラコは早速家族会議を開き、そこで直明・宮山良樹、が大学へ行くこと、もう一度自分が仕事を探すことを提案する。